たちを鼓舞しました。両チーム監督がさあ言葉を投げかけたこの後半、中村そしてシュート決めた。先制ゴールはガンバ大阪 U23 背番号18番の高木左足。後半の9分、均衡を破ったのはガンバの高木の左足。左サイドメシノのパス、中村そして最後はダイレクトで左足、高木が振り抜きました。ガンバ大阪 U23 高木のゴールで先制。